では、今回は冬の、15分建築をやりたいと思います。おーい、はい、15分建築っていうタイトルだけど、20分で作ります。ロスタイムあり、はい、ありです。あとあれがあります。アディケーショナルタイムがあります今回から。うん、合ってた。アディケーショナルタイムで、アディショナルタイムだと思います。アディショナルタイムがあります。何のことかと思った。冬の15分建築、冬にちなんだものを作ってください。はい、では、各自持ち場についてください。用意スタートで始まります。急げ。はい、よし、OK どうしよう。夏があって、秋があって、春があって、これはマイクラウィークで作ったやつの練習ですね。で、ここで冬を作ると。はい、いいですか皆さん。いい。22時5分なので、22時25分までですね。はい、頑張る。頑張ろう。用意スタート。はい、しゃあ、さあやる、できっかな。それでさあやるよ。よいしょ。まず、置き始めたブロック的には、俺とクミさんが同じ色のブロックを置いている。ちょっと怖い。怖いな。怖いですね、これは。あれ、なんだっけ、これ。なんだっけ、これ。何個置いたっけ。同じ。何か。ちょっと、ここのかぶりは本当に怖いんだよな。人とかぶるのはマジでもう。お題かぶりはきつい、マジできついものがある。そうなんですね。何やかな。四角いぞ、鳥ちゃんとアイクさん四角いぞ、クミさんも四角いぞ。あ、ほんなら俺今回かぶってないかも。そうですね、かぶってないね。ショウさんかぶってない。よっしゃよっしゃ。バーステンさんのその4本足は冬といったら僕はあれを思い浮かべるんだけど。今回は俺、あの多重構想でいきますから。多重構想。いや、そう、あの過去のあの傾向と対策を見ると、視聴者さんの票はね、結構ね、それを作ったものプラス何かマイクラの中で実用的なものであると結構あれです。なるほど、得点が高いです。そう、初参加だからな。初参加、そう、初参加の人には結構辛い得点が入るかもしれない。これでも、これでユーモを優勝しちゃったらもう、あ、もうそれはもうあれ、期待の申請。はあ、クミさんが何作ってるかわかんないな。クミさん、あの、またなんか自分でもよくわからないっていうものを作らないでね。どう判断していいかわかんないから。私自身わかりません。クミさん、何を作ってるか自分でもわからない。自分でも何を作ってるかわからない。何を作ってるんだろう。翔さんのなんだ。今だけやと謎やろな。他の人見てる余裕ないな。こんなもんか。やばい、ちょっと黙っちゃう。せめて動画にしなくちゃいけないから、ここは黙るわけにいかないと思う。ちょっと黙っちゃった。勝ちに行くスタイルになってない。喋ってんの。喋って、喋る、喋る、喋る。よいしょ。もう俺が何を作ってるかはもう分かっちゃうな、みんな。あんなもん。これでこたつですとかっていうのはないから安心してください。こたつなんて作る人いるのかな。こたつなんて作る人いないよ。やばいぞ。まさかね。まさかいないよ。ありがちなね。ありがちすぎるわ、ほんとに。ほんとに。よいしょ。いや、
これ時間かかるな。よいしょ。ソーラさんはお家みたいな形になってきました。ち、なんだろう、なんかね、茶色がね多く作られてる。鳥ちゃんはなんだか、なんだろうな、うーん、もう出来上がってるな。バスティンさんと鳥ちゃんがちょっと似たような感じな気はするけど、でも まだわかんない、まだまだわかんない。おっと、クミさんがここでちょっと構造がバスティンさんに似てきたかもしれない。そういうことは俺にも。おっと、何です、俺は多重構造ですか。多重構造、その多重構造っていうのがどういった感じになってくるのかまだわかりません。アイクさんは四角をこんなに作っている。ちょっとまだ僕にもわからない。ショウさんはちょっと形が見えてきました。しかしショウさん作るのがうまい、早い。うん、今回考えてきたからまだやれる。やばい、やれる、やばい、作戦練ってきやがった。やれやれ。よし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 。今6分経過。おお、早いな。早いな。おいしいな。やばい、時間がないのがプレッシャー。よいしょ。表現ができないな。難しいね。さあ、みんなの方またチラッと見る。翔さん、そこで、それは水ですか。水ですよ。何、水、うん、に何か緑色のブロックを使ってる。謎すぎる。クミさんは4本足の上に板が乗っかりました。やべえな。こんなんもうね、かぶるか。やっぱりカラフルでとかって、なんかさ、あの普通にあの沸きますからね、沸き潰ししてくださいね、皆さん作ったものの上に。おい。そうなんですね。クリーパーにドカンとやられるとやり直し効かないんでね、これはもう。あ、そっか。でも大丈夫です、クリエイティブだから反応しないです。あ、そうか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 。そういう知識も実は視聴者さんの評価につながるかもしれません。よっしゃ、やー、1ポイントゲット。1ポイントゲットしてる、してるかもしれない。見えてこない。あ、どうやら、あと何を。さあ、みんなの途中経過も。おっと、バステンさんのはだいたい完成が見えてきました。クミさんのもちょっと今、それがバステンさんのとクミさんのほぼなんか一緒な気がするけど。何。おっと、これはどうなる。大丈夫です、多重構造です。多重構造だから大丈夫です、きっと。多重構造バンバン。アイクさんのはアイクさんのはこんな感じ、カラフル。ショウさんのはそんな感じ。え、まだ俺何作ってるか分かんない。え、そう、冬で。あー、鳥ちゃん、なるほど、工夫してきています。伝わったということは大丈夫だな。やばい。お、水に落ちた。あと、今22時18分なんで、あと7分です。おお、時間が、いけるな。半分過ぎちゃったんですね。半分過ぎています。ここ混ざった。やっぱりこんなに時間かかると思わなかった。そうじゃねえ。あ、やばい。雪って溶けるのね。ああ、雪ブロックにしないと溶けるかもしれません。ここは砂漠の気候帯なので。
早く早く審判して。まだ終わりません。審判辛い。なんか消える雪との戦いになってきちゃった。苦戦してるがいいさ。必死だから今。溶けちゃうの雪が。難しい。俺もう何やってんだろう。その状態はやばい。やば。バーステンさん多重構造、確かに多重構造になってきてる。ソーラさんは雪に覆われてる感じ。鳥ちゃんのはもう関節がだいたい見えてきてます。ショウさんのは何なんだろう。なんか牛浮いてるけど大丈夫？大丈夫ですよ。牛浮いてる。なマジでショウさん何作ってるか分かんない。多分俺が知らないものなのかなこれ。絶対知ってる。嘘。日本人だったら誰でも知ってる。なんだろう。アイクさんのはそれプレゼントボックス。おうんうんうん、いい感じいい感じ。あ、残り1分残り1分残り1分終わらない。これアディショナルアディショナルタイム、じゃあ何分にします？ 3分ください。3分、じゃあ3分。俺も終わんね、はい、俺も当分終わんとんないのにさ。本当は10分欲しいけど。父さんそれも15分建築の原型ないです。確かに。じゃあ30分建築にすればよかった。タイトル変わっちゃった。タイトル変わっちゃった。何うんってなってしまうな。かぶっちゃったことに対して。かぶってはないですけど、出来がいまいちっていうこと。いやでもみんなうまいと思うけどな。俺ちょっと失敗したな。な、何これ。え、なんかわかんねえ。翔さんのわかんない俺。いや嘘。でもなんかうまく作られてるような気はするけど、多分聞いたら納得。そんなに動物かなって大丈夫。何作ったんだろうこれ。これがいるんですって。これがへえ。で鳥ちゃんのはまあこれはそれだねきっと。箱舟かな、なんか。でソーラさんのはそんな感じだね。箱舟かな。おっとバステンさんのは確かに多重構造になってるですよね。なってるなってる。クミさんのはあー難しいね。そのめくられる感じが難しい感じですね。クミさん時間足りないんじゃないか。クミさん頑張って、あと1分。はーい、やーべー、あと1分です。もうまたこっちでできてるかな。マジ。これやりすぎたな。ちょっと感動やすごい複雑。もう引けない。俺のはちょっとね、複雑にしすぎた感がある。大きいこれ。早いね。俺もこれでいいかな。
若干諦め入ってるよねみんななんか。時間大丈夫ですか？時間は、あ、はい、じゃあ時間はちょ、ごめん、残り1分で、今最後見てなかった時間、残り1分、はいはい、残り1分です。ほーい、よし、早く採点してくれないから雪がどんどんなくなっちゃう。できたよ。そういうソーラさんは待っていた。で、ソーラさんも完成かな、これで。うん、ソーラさん完成、俺も完成、はい、そして、はい、アバセンさんも完成、鳥ちゃん完成、はいはい、鳥ちゃん完成、翔さん完成、完成、すごいことになってる。翔さん完成、アイクさん完成かな、はいはい、アイクさん完成で、クミさんは、クミさんもうちょっとあそこにいる、あれ、いなかった、いた、もうちょっと、 OK、 もうちょっと待ちます。なんだこれ。バーステンさんはね、この謎の構造がこれが多重構造ってやつか。そう、多重構造流行りの、流行りの、どうでしょう、減らすのはいいでしょう。何これ、これはどうやろう、わかんない、俺これなんだか、 俺が知らないんだろうな、絶対知ってる、みんな知ってる、鳥ちゃんのうまいな。いや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 、うまいうまい、完成で、あ、クミさん完成でいい、 OK、 じゃあクミさん完成、終わりました、お疲れ様です、皆さんお疲れ様でした、お疲れ様でした。さて、はい、じゃあ、とまあ、じゃあ僕の作品からいきたいと思います。はいはい、はい、ちょっとね、もうちょっと大きく作ろうとしたんだけど時間が足りなかったの。お、すげえ、みかんの群れです。群れ。本当はあの木のさ、木のお盆みたいのも作ろうとしたんですよ、この赤いのはなんか、うん、あのみかんの赤い網ネット、ネット、あー、あー、スーパーで売ってる、そうで、わかりづらいけど一応みかんの、みかんが縦に2つ入ってる感じを表現しました。表現できてないんだけど。なるほど。はい、で中は、お部屋の風になってます。うん。一部屋。ああ、なるほど。2部屋。3部屋。すげえ。あと離れに4部屋。4部屋作りました。おお、すごい。すげえ。以上、アピールタイム。おー、みかん、みかんです、みかんの群れ、冬といえばみかん、みかんの群れです、タイトル、みかんの群れ。モンスターみたい、群れバトルが始まる。手足つけてみかん星人作ればよかったな。さあ、では、続きまして、じゃあ鳥ちゃんのところ行きます。はい、鳥ちゃん、ソーラさん、バステンさんで、次クミさん、アイクさん、ショウさんと行きますね。はいはい、じゃあ、はい、鳥ちゃん発表してください。あれですね、こたつですね、ほら、見るから、こたつ、何かアピールポイントを言ってください。アピールポイントは、まあ、机の上のみかんと、はい、よく一マスで再現したい。これみかん、再現したよ、よく忠実に大きさを再現した。これみかんじゃなかったら、もしくは人参だよね。人参かも、爆弾、爆弾。ボンバーマンの爆弾。そして、はい、あとは中はちゃんとこんな感じです。おお、あ、なんかのれんになってる。あ、中がみかんになってる。おお、別にみかん好きじゃないけど。なるほどね。ちょっとこの熱い電熱部分ね。もう電の中は熱いです。え、みかん好きじゃないの？別にみかん、いや、好きだけど、そのリンゴが一番好きですね、僕。あ、そうなんだ。みかんが好きだから。リンゴが大好きです。リンゴが好きなんだ。なんかコンセントもあるね、これ。コンセントも一応。なるほどね。こんな感じです。はいはいはい、わかりました。はい、以上。じゃあ次、ソーラさん。あれ、ソーラさんは何か家っぽいけれども、何の家なのかが、これは、はい、雪の降る日を表現しました。あ、そういうことね。うん、なるほど、うん、なるほどね。はい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 。じゃあアピールポイントは、このあの屋根が、はい、屋根ね、この雪が積もる感じが、ほら、なんていう材料だっけ、こういう氷が染み込む材料があるんですよ。わかります？
確かに土のとこに染み込んだ。これ土の上にこうやって雪を乗っけてもこうはならないんですよ。へー、あ、土と雪のあれね。うん、あ、ポドゾル、ポドゾル、ポドゾルはあの氷が染み込むんですよね。じゃあ置いてみて、ポドゾルを置いて氷にしてみて。ポドゾルを置くでしょ。はい、置いた。ここに氷をポンって置くと、ほら、あ、本当だ。おお、え、それ普通の土ブロックだとなんないの。なんない。これで、うん、ほら、あ、なるほどね。へえ、そしてこのなんか雪が屋根の上にたくさん積もって、道の周りにもたくさん雪が積もってっていうのを表現したんですけど、はいはいはい、ここのバイオームが冬じゃないので、はい、置いた雪がほとんど溶けてきました。それで雪ブロックにしてるわけね、溶けない。なるほど。そうそうそう、うん、これ雪ブロックって厚さ変えられるんだ、こんな微妙な。重ねてどんどん。あ、そうなんだ、知らなかった、うん、あ、この屋根も雪ブロックにならないギリギリの高さにしてあります。あーなるほどね、うん、はいはいはい、そんなもんですか、アピールポイントは。はい、そんなもんです。はい、じゃあソラさんの雪の降る日を、雪の降る日ですね。そうです。はい、 OK、 では次バステンさん。はい、これはみんなの中で一番でかいです。よくこの短時間で作り上げたと、うん、頑張りました、ね、言うべきでしょうか。じゃあこれは何でしょうか。はいはい、まあ、これちょっとね、あの、かぶっちゃったんですけど、やっぱりこたつにみかんなんですよ。こたつにみかん、はい。ただ多重構造、はい、多重構造なんで、やっぱり冬といえば鎌倉でしょうってことで雪で囲ってみました。あ、なるほど。そしてもう一つあります。はいはいはい、赤紙インクラフトといえば、はい、囲うということで囲ってみました。それ後付け設定のような気がするけど。いやいや、もうダブルビーニングですから。なるほどね。これはちょっと視聴者さんポイント高いような気がします。これ作業量がね、一人でこの短時間でここ囲うっていうのは、そこはでかいな。確かにここはポイントでかいかな。はい、以上です。はい、といえば赤紙インクラフトということで。これなんでみかんは崩れるような感じなんですか。みかんですか。あの、はい、ちょっと丸を表現するのが下手なんで。そういうこと。腐ったみかん。スライムみたいになっちゃってる。時間の関係もあったんで、ちょっと余裕ないな。なるほどね。あ、だからちょっとこたつアシストな感じになってますね。そうです。一応あの、でもちゃんとあの赤外線の部分ありますから。うん、電熱部分というか。はい、足もつけます。ヒート部分はできてますね。はい。なるほどなるほど。こたつと、みかんと鎌倉と。そうです。はい、わかりました。では次、クミさん。クミさんも多分これはお題かぶりのうちの一人じゃないかなと。はい、クミさん、これは何でしょうか。私が出た直後のおこた。なるほどなるほど、だから空いてんのか。そういうことね。すげえ納得した。クミさんがここに座ってた。じゃあクミさんここに座ってゲームしてるわけ、普段は。あ、なるほどね。クミさんが出た後の直後のおこたと。すげえ理解した。なんでここ空いてんのかなと思って。そうだ、あれですね。クミさんは自分がこう足突っ込んでた部分は下ろさずにどっか行っちゃうわけですね。そうなんだ。俺絶対閉めるけど。俺絶対クミさんと同じこたつには入れないな。イラッとくるもん。だって上げたまんま出ていかれたら。ちゃんとコードもついてる。ちゃんとコードついてる。あ、本当だ。あ、これコードなんだ。なるほどね、なるほどね。あと他にはクミさん、アピールポイントは多分このめくれたままのこたつっていうところでしょうね。他には、あ、他にはないと。他にないってことでいいの。いいんだ。 OK、 わかりました。じゃあクミさんの出た後、クミさんが出た直後のおこた、あとあれか、みかんか。クミさん、こたつにはみかんがね、必須だもんね。オッケー。では続きまして、アイクさん。はい。これは何でしょうか。冬といえばクリスマスだと思って、はいはい、クリスマスで頭に浮かんだのがプレゼント。そういうことね。はい。プレゼントのボックスで中を。はい、いつものね。はい。はい、いつもなんかゴーレムいるし。これ一応おもちゃの。キミがいた。ことで。あ。なるほどね、はい、おもちゃの中身にゴーレムが入ってたってこと。はい、プレゼントってこと。プレゼント、なるほどね。これはなかなか作り込まれている中もちゃんと。
クリスマスのプレゼント、アイクさん。はい。他にアピールポイントありますか？あ、特にないです。特にない。はい、わかりました。つながってるんだ、中が。あ、ですね。全部つながってます。なるほど。俺のみかんの家と同じような感じだ。かぶった。プレゼントのダイヤモンドは群れ群れだ。いや群れ。このダイヤモンドはみんなプレゼント？プレゼントでしょうね。プレゼントですね。いいな、欲しいな。いいね、ダイヤプレゼントよっぽど豪華だよね。うん、じゃあ最後に翔さん、これは何でしょうか？これは鍋。そういうことか。これで分かったっすよ。分かった、鍋、そういうことね。そうそう、豚さん、吉さんが 丸のまま入ってる。白菜と何？白菜とあの、はい、花の形の人参。うんうんうん。で豆腐。豆腐どれ？これ。鍋じゃない。これ鍋の一部だね。俺も鍋の一部だと思った。なんで沈んでんの？ちょ、なんかそういう仕切りをかけるのかと思った。愛媛の方では違いますわ。ほら、なんかさ、しゃぶしゃぶの食べ放題行くとさ、あの仕切りあるじゃん、真ん中に。ないない、ここは違うんだ。豆腐、なるほど。で白菜、この牛が乗ってるのは何？ん？牛が乗ってるのは何？これ一応ネギ。あ、なるほどね、ネギ。このじゃあ真ん中のは、真ん中は、まあ、特別ゲスト。何？うん、人肉？人肉鍋だよ。登場してもらいました。牛肉、豚肉、鶏肉まではわかるけど、人肉。さすがハヌマン。食べられちゃう。鍋か。ちゃんと卵も入ってる。そうそうそう。え、ちゃんと何？卵入ってる。あ、ほんとちゃんと卵入ってる。この中で産んでるから。え、いけない、卵取っちゃった。待って待って、その卵、殻ごと煮るってどこにも風習もないでしょ。え、ゆで卵をね。そう。ゆで卵、ゆで卵なのこれ。ゆで卵だね。殻付きのね。ゆで卵。お鍋で揺れちゃう。わかりました。はい、他に翔さん、アピールポイントそんなもんかな。こんなもんです。はい、では以上7作品出揃いました。はい、この動画の、コメント欄にですね、赤髪の友とかソーラさんとかね、名前を書いておくので、見てる人はそれがよしと思ったらいいねを押してください。完全に票数で数字が出ますから、順位が。やべえ。でね、見てるね、端末によってはあのいいねが押せない場合がありますので、押せる人のみの参加になります、この投票は。なんと、なんと。だからパソコンで見てる人は押せると思うで、 Android で見てたり、なんか YouTube の違うアプリで見てたりするといいね押せなかったりするみたい。あの、アカウント持ってる持ってないは関係ないんですか？あ、持ってる持ってない関係あるかな。あるんじゃないって人、多分アカウント持ってない人なんじゃないですか。あ、かもしれないですね、うん、YouTube のアカウント持ってて、かつパソコンから見てる人は確実なんだけど、スマホから見てる人はいいねが押せないかもしれない、うん、あー、なるほど。うん、なので押せないっていう人は押せないよってコメントはせずに、ごめんなさい、諦めてください。パソコンから見てる人のみで、スマホからできる人は、できたよって打たずに、あの、できたらできたで OK なので、そのまま、あの、投票をお願いします。この動画投稿されてから、3日間ぐらい集計しますね。はい、あの、はい、本当にね、みんな、あの、ありがたいことにすごい票数が来るので、収集つかなくなっちゃうので、最初の3日間を、集計対象にします。その後はコメントを消しちゃいますので、探してもないと思います。具体的に言うと、金曜日投稿されるんで、金土日ってことですかね。そうですね、金土日曜日の夜ですね。なるほど。夜に終了と。さあ、果たして誰が、振り返ってみたいと思います。赤髪の友さん作、みかんの群れ。群れマンションですね、この感じが。みかんの群れマンション。そして、バステンさん作、鎌倉とおこた。はい、はい、そしてソーラさん作、雪の降る日。はい、鳥ちゃん作、こたつ。こたつ。そして、クミさん作、クミさんが出た直後のおこた。これちょっとアイディア的にこれ一番面白かったっす。そう、このアイディア面白かったね。ユニークだったね、これは。そしてアイクさん作、クリスマスの日のプレゼント。で、ショウさん作、鍋。
人肉はどうだ。さあ以上7作品良いと思った、お名前の人にいいねを押してください。スマートフォンだと押せない場合があります。 iPhone もしかりです。パソコンだと確実に押せます。どうぞ投票よろしくお願いします。お願いします。お願いします。 OK。 はい、誰が1位かな。今回自信ないな。前回超自信あったのに4位とかだったから、ね、今回自信ない。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たいときはタイトルをタップして下にスクロール、再生リストから見ることができます。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンからお願いします。でバイバイって、はい、3、2、1、バイバイ。もうちょっと元気よくさ、はい。赤髪の友が料理や釣りに挑戦する実写動画チャンネルもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。